いかがでしたでしょうか。兄のリクエストで竜を作ってみました。今回は初めてフォトフレームを使いました。このダイソンのフォトフレームは、大きすぎず小さすぎないサイズ感と壁掛けとスタンドの両方が選べる飾りやすさで気に入っています。フォトフレームなので背景が必要になってくるのですが、メインの竜とのバランスを考えながら作るのが楽しかったです。ただ一つ感じたのは、色の種類がもっと豊富にあればもう少し表現の幅が広がったのかなーなんて思っています。この写真を見ていただくとわかるのですが、竜の頭が枠からはみ出ている構図にしました。枠にははまらない勇気と勢いみたいな思いを込めたかったからです。さらに背景の朝焼けにも意味があって、夜明けはもうそこみたいにしてみました。説明されないとわからないと思うので、プレゼントする際はきちんと説明しようと思います。完成品を友達に見せたのですが、これは竜でこっちはガメラって言われました。どうやら2体いるように見えるらしく、これがガメラの背中に見えるのでしょうか。兄が、どのように見えるのか不安です。1体なんですけどね。ちょっとへこみました。制作時間は結構かかってしまいましたが、今回も楽しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。